物流にも大きな影響が出ています。書店では本の入荷が遅れているほか、灯油の配達にも遅れが出ています。いつもであればこちらの場所に今日発売される雑誌が並んでいるということなんですが、今日は入荷がなく何も置かれていません。この書店では貨物列車の運休で今日から入荷がストップしていて、雑誌やコミックなどおよそ5500冊が入荷していないということです。そして灯油の配達も一苦労。今朝、札幌市北区で配達の最中にトラックがスタックしてしまいました。まっすぐ前に進めていません。狭い道路や悪路の影響で配達に時間がかかっているといいます。 2,3 時間はやっぱ多くかかると思います。回りきれないとこもあるんで、まずはね、お客さんの油が切れないように。また札幌市内では引き続きゴミの収集にも大きな影響が出ています。今日、白石区と厚別区ではゴミの収集が中止となっています。